皆様、ハイタイ。本日は沖縄本島南部南城市にある海風ホースファームに来ています。イエーイ。見てください、馬がいます。馬がいるんです。かわいいもん。ここでは沖縄の在来馬である与那国馬と遊ぶことができるんですよね。いいですね。はい、ということで本日は海風ホースファームの中川さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず与那国馬とはどういう馬なんですか？与那国馬は沖縄の馬です。沖縄に昔からいる馬なんですけど、とても小さくて可愛いです。可愛い。与那国馬っていう名前はついてますけど、昔は沖縄本島にもこのタイプの小さい馬がほとんどだったんですね。大きな馬はいなくて、だけどまあいろいろあって、自然と都に残ったのがこの沖縄の在来馬の与那国馬と都ということになるんですね。与那国馬と触れ合える施設っていうことなんですが、まあ、どういった目的でこの施設を運営されているんですか？与那国馬が、はい、ほとんども絶滅の時ぐらいに小さく少なくなってしまったので、はい、それを、まあ、皆さんに知ってもらって、その活躍の場を増やしてあげようということで、はい、設立されたところなんですね。もう今はお仕事もなくなってしまって、与那国馬を、まあ、残していくためのっていう目的 で、ね、私たちが触れ合うことで与那国馬が、はい、残っていくっていうことなんですね。はい、じゃ早速ちょっと楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いいたします。これから海馬体験をしていきたいと思います。海の中で馬乗り、馬遊びです。イエーイ、楽しみ、行ってみましょう。この馬ちゃんはシュガーです。シュガー？シュガーは12歳のメスです。はい、シュガーよろしくお願いします。真ん中のルンタです。ルンタ。男の子です。よろしくお願いします。はい、こっちの赤い子がティグミ、ティグミと言います。ルンタの妹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水かけてあげたり、はい、触れ合ってあげてください。すごい、よろしくね。ほら、ヒカルさん後ろから撮ってますね。はい、はいはい、これで左右で操作していきます。おお、元気、シュカ元気です。はい、こういう感じですよ。気持ちよすぎますね。こんな海と馬は最高ですよ。はい、最高すぎますね。はい、すごい。皆さんどうですか？もう最高ですね。今尻尾を掴んでいます。ララ、すごい、もう本当に私何も力を入れてないんですけど、もう気持ちよくて眠れそうですね。しっかり尻尾掴まっててください。はい、スピード上がりますよ。はい、寝床探してますね。船浴っていうのはもう遊びですか？そうです。はい。待ってますよ。あー、かわいい。
海のお散歩してあげてください。はい、あの辺の砂場に行くと思います。パカラ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 、可愛すぎる。もう相性バッチリでしたよ。美味しいかい？かちゃん。写真撮ろう。はい、チーズ。海馬体験終了しました。もうすごく癒しでしたね。本当に。もうね。うん、癒しでした。もうね、癒しでした。でも本当にね、そのぐらい癒されますよね。うん、本当にヒーリング効果あるなと思いました。あると思います。私たちのこう気持ちが伝わっているのがすごい分かるよね。分かるよね。本当に馬を愛してらっしゃる方が。伝わる。もう馬への愛が本当に伝わって、なんか素敵だなと思いました。スタッフの方と馬とのこの信頼関係がすごい、本当にもう分かりましたね。馬も委ねてるし、お互いにね、もう任せたよっていう感じとか、うん、でそれがしっかり私たちにも引き継がれて、うん、楽しくね、演じてましたね。安心して私たちも、はい、楽しめます。触れ合うことができました。うん、店内の皆さんもぜひ楽しんでいただけたらと思います。うんうん、皆様もぜひ海風ホースファームさんで与那国うまの海馬体験をしてみてください。それでは皆様、またやったー。熱中症にはお気をつけてください。